そしたら万水を信じる。いや絶。でもそうだよな。あ、章が変わった。次の章に。満水は絶に押さえつけられ、首を絞められた。必死にもがきながら俺を見て、目に涙をためていた。自分で選択することができるのよ。その時、彼女が言った言葉が頭に浮かんだ。その言葉は俺の頭の中の幻を呼び覚ました。幻の姿は俺によく似ていた。そいつは俺に背を向け、傘をかぶり、身を着て長い刀を持っていた。強風が吹き、そいつの衣をめくり上げた。だがそいつは微動だにしなかった。突然そいつは振り向いた。鋭い眼差しだったが、恐ろしくはなかった。それは狼の目つきではなかった。狂覚の目つきだった。狂覚っていうと簡単に言うと正義の味方みたいな。いや簡単に言い過ぎか。え、俺は歯をむき出しにして絶に飛びかかった。激しくぶつかる音が響いた。俺はゼツを満水から突き飛ばした。奴は地面に転がったが、すぐに起き上がった。りょう、てめえ。ゼツは立ち上がった。その目には怒りと殺気が満ちていた。俺が嘘つきのガキのために奴を突き飛ばしたとは思ってもみなかったのだろう。死ぬ。奴は一声叫ぶと、いつの間にか腰の後ろから短刀を取り出していた。銀色の短刀を握って、奴は猛然と駆け寄ってきた。俺は舌打ちをしたが、決して油断はしなかった。軽く膝を曲げて構え、近づいてくる短刀から目を離さなかった。俺は全神経を集中させて、絶の突きをかわした。次の攻撃が来る前に、俺は奴の腕を掴んだ。そしてくるりと回って奴の背後に飛び込んだ。あっ。右手で刀を持つ手を掴み、左手で奴の首をがっちり押さえた。りょうってこういう感じなんだ。まあ一応あの登場人物の一覧に顔は映ってるけど、ここで初めてしっかり描写されたんじゃない。うわ待って、絶…絶やるんか。やっぱりでもやるしかないのかな。俺は5割の力で奴の首を押さえた。残りの5割で刀を彼の首に向かって少しずつ力で押した。奴は自分の首に迫る刃先を横目で見つめていた。俺は絶の手をつかみ、奴は刀を握って必死に抵抗した。奴が抵抗する力は俺より少し弱かった。俺が奴を殺そうとする力は奴より少し強かった。この微妙な力の差によって刃先はゆっくりと動いた。俺は徐々に弾頭を押し付け、三寸の距離まで近づけた。あと少しで首に刺さる。その間奴は顔を背け、目を丸くして俺を見ていた。俺もずっと奴を睨みつけた。奴の頭に細かい汗の粒がにじんだ。全身の筋肉をこわばらせ、全力でもがいて抜け出そうとしていた。俺は大蛇のようにじりじりと締め上げ、逃げられないようにした。ついに俺は奴の手を掴んだまま、短刀を奴の首に突き立てた。刃先が皮膚を破り、奴の喉に刀が刺さった。鮮血が刃先を伝って流れ落ちた。
その瞬間、やつは大きく見開いた目を歯に向けて、それからゆっくりと視線を移して俺を見た。やつの目には怒りと驚きが浮かんでいた。俺がためらいもなくやつを殺せることが信じられないようだった。同時にやつの目からは命乞いの気持ちが感じられた。やつも死ぬのは怖いらしく、俺に助けを求めた。だが長年刀を血に染めてきた経験から、自分と命を懸けて戦う敵を俺が逃してやるわけがない。それに俺もやつのことをよく分かっていた。ここでやつを逃がせば、いつか俺を殺す機会を狙うはず。俺を逃がしてくれるとは限らない。そう考えると、俺は刀をやつの首に向かってさらに深く差し込んだ。俺は歯を食いしばり、鼻息悪くして全力で短刀を深く差し込んだ。刃は半分がやつの首に刺さっていた。やつは筋肉をこわばらせ、全身を震わせながら振り向いて俺を見た。やつの目にはさらに多くの感情が浮かんだ。怒り、無念、悲しみ、恐怖、そして命乞い。やつの目から涙がこぼれた。全身で力の限り呼吸していた。俺は片手でがっちりとやつを押さえつけ、片手で鶏を殺すように血を絞り出した。俺はやつの手を握り、担当でやつの肉体をえぐった。サジでくり抜くようにすると、血の流れは勢いを増した。そうする間、俺はずっとやつと目を合わせていた。俺の目に浮かぶものは、やつよりもずっと純粋だった。俺の目には冷たい殺意しかなかった。血が床に滴り落ち、血の花が咲いた。やつは俺の懐でもがいていたが、力はますます小さくなり、顔色もますます青詰めていた。血の気がなくなり、立っていられなくなると、最後に息を吐いた。しばらく沈黙したまま抵抗し、完全に力が出なくなった。俺はやつを押さえつけていた腕の力を抜いた。やつは竹串の支えがなくなった花芸劇の人形のように、力なく崩れ落ち、ドスンと音を立てて倒れた。俺は何も言わず、血の海に横たわるやつを見ていた。仰向けで目を向けたまま死に、完全に血の気が失せていた。俺はしゃがんでやつの鼻先に手を当て、息を確かめた。死んだ。涼様、死んだのですか？やるしかないんだよな。死んだ。俺が殺した。どうして涼様はためらいもなく殺したのですか？マンスイは声を震わせ、理解できずに俺に聞いた。彼女は俺を助けたいと願っていた。だが俺が彼女のためにあっさり仲間を殺すとは思ってもみなかったのだろう。2年ほど前、俺たちは大将を襲った。だが馬引きを一人生かして、そいつを恩赦にした。その馬引きは俺たちが道に詳しくないことを知ると、協力するふりをして違う道を進み、俺たちを兵舎に連れ込もうとした。そのことがバレると、馬引きはうろたえた。実はとりあえず金を約束してそいつを落ち着かせた。だがよく知った道まで来ると、奴はその馬引きを殺しただけでなく、後から馬引きの80になる母親を探し出して、一緒に殺した。おお。なるほど、絶、そういう、徹底してるんだ。奴は恨みを根に持つ。刀を抜いたからには、奴は俺に殺意を持っている。俺を殺すまで、その考えが変わることはないだろう。いつか奴に殺されるくらいなら、今日俺が奴を殺した方がいい。
俺はゆっくりとマンスに向かって言いながら、視線は絶の死体から動かさなかった。リョウ様は、なぜ私を信じるのですか？直感だ。それに、俺はお前を信じてるんじゃない。あいつを信じてないだけさ。絶の提案はあまり信用できない。どんな提案ですか？お前には話してなかったことがある。この仕事はお前たちを金持ちに売って、養女や下女にしてもらうんだと思っていたから、俺は引き受けた。ところがお前たちを祭神にすることを昨日初めて知らされた。落葉城にはお前らを喰らう豚陽がいる。この仕事は続けられないと思って、俺は抜けるとやつに伝えた。最初はやつも納得しなかった。だがマーベンシの後で話したとき、俺も満足できる提案をした。やつは明日お前らを売ることを提案した。俺は落葉城で抜けて、先週城で抜けてこの仕事を辞める。やつは落葉城に着いたら、そこで子羊を買って引き渡す。報酬は俺も分け前がある。この件はそううまくいかない気がする。それに、そんなこと言うのもあいつらしくない。俺は落ち着いた口調でマンスに経緯を語り、絶の提案についても説明した。どういうわけか、彼女に話すと気持ちが楽になった気がした。うん。リョウ様の考えは正しいと思い、よく考えたら、あ、ごめん。落葉城の子供を買えばいいのに、どうしてわざわざ遠くから私たちを運ぶのですか？リョウ様の考えは正しいと思います。うん。トンヨウにはきっと他に理由があって、戦地の子供が欲しいんだと思います。足がつかないように遠くの子供を複雑な方法で買うのでしょう。すごいな。少し聞いただけでそこまで筋道を立てて考えるとは、頭の回転が速い。俺は彼女を褒めた。確かに彼女の説明は俺の話を補足するものだった。うん。そういえば彼女の姉もトンヨウにさらわれたのだった。トンヨウは妃にすると騙して彼女の姉を連れ去った。姉の年齢はいくつなのだろうか。彼女よりもずっと年上のようだが。リョウ様、これから私たちはどうすればいいのでしょうか。マンスイの姉のことを考えていると急に聞かれた。俺は言葉に詰まった。これはあまりに突然の出来事だった。最初は彼女らを祭神にしたくなかっただけだった。その後は絶の提案が信じられないだけだった。だが今まで考えてもみなかった。絶を始末して彼女らをどうするのか。急に聞かれて、俺は絶が前に言った嘘の提案しか思いつかない。明日店の小僧に聞いて、千秋城の人買いにお前らを売る。ダメ、リョウ様、そんなの絶対ダメです。彼女の反応は大げさに見えた。なぜダメだ。お前らの命を守るため5年も一緒にやってきた仲間を殺した。死体をどう処理してどう逃げるか考えなければ。面倒なことばかりだし、お前らが死ぬわけでもない。お前ら売った金をもらって何が悪い。俺は不満げに彼女を見た。それと同時に思った。このガキは俺が彼女らのために絶を殺したことで調子に乗ってるんじゃないか。マンスイは俺の不機嫌な様子を見て急に態度を変えた。リョウ様、怒らないでください。千秋城で私たちを売るのがダメだって言っているのではありません。リョウ様の考えは白に欠けているというだけ。リョウ様は皇様と違って人界とは面識がありません。経過も言ってました。皇様は私たちがいないとき外で誰かと会ってたみたいだって。そうか。明日人会に会って皇様の姿が見えなかったら、そいつらは全てを察するかもしれません。そしたら
私たちが東洋のところに送られるだけじゃなくて、あなたも東洋に報復されるかもしれない。両様は今暗がりにいて、彼らは明るいところにいます。自分からのこのこと出ていくべきではありません。万歳。彼女は真剣に俺に説明した。このガキの分析には一理あると言わざるを得ない。確かに俺は現地の人がいと面識がなく、絶はそいつらをよく知っている。俺が彼女らをここで売るのに、絶を連れていなかったら人がいにどう思われるかわからない。それは確かに危ない。彼女たちの命も、俺の命もなくなるかもしれない。じゃあ、どうすればいい？俺は彼女を見て質問した。今あれか、ここで、やっと絶から目を離せたのかな。彼女の見事な分析は俺を信用させ、彼女の考えも聞きたいと思わせた。彼女は顎をいじりながら、絶の死体のそばをうろうろし考え始めた。思いついたか？はい、いい考えがあります。いえ。お？まず、皇様の死体をうまく片付けて、誰にも見つからないようにすることです。それから、両様が人飼いになって、私たちをそれぞれにふさわしい場所に送る。どういう意味だ？具体的には？私たち4人は家庭も違うし、素性も違う。行く場所だってもちろん違う。コウジとスイジの姉妹は家が貧しいから返してやる必要はないと思います。両様の裕福な親戚や友達に売れば、彼女たちは楽に暮らせるし、お金も儲かる。陛下はさらわれたんだから、両様が家族を探してお金を要求すればいいと思います。お金を用意できるなら陛下を返してやる。用意できないなら誰かに経過を売る。例えば、両様の裕福な親戚や友達とか。待て。ん？お前の計画には大きな欠陥がある。俺の身近には、そもそも裕福な親戚や友人などいない。というか、連絡がつく友人も親族もいない。ぼっちですか。いや、まあそうだよな。俺がそう言うと、満水はわずかに驚いていた。俺は彼女の2倍の年なのに、なぜ孤児のような人間関係しかないのか驚いているのかもしれない。俺の父はしがない商売人で、金持ちの友人などいなかった。両親は先祖の意志に背いて駆け落ちし、家族とは縁を切った。だから俺には連絡できる親戚もいない。両様、かわいそう。ちょっと。お前の同情など必要ない。マンスイは同情して俺を見たが、俺に言い返された。そう考えると、確かに俺には友人などいなかった。俺の人間関係はずっと薄っぺらいものだった。天下は広いのに、俺を助けてくれる人がいるのか。俺をよく考えた末、一人だけ思い出した。そうだな。一人思い出した。誰？かつて避難した時にある人に出くわした。海州で商売をすると言っていた。下州かな。お？彼女なら、お前らを養える。人脈も広いし、いろいろつながりもある。俺と彼女は仲がいい方ではないが、俺は彼女の命を救ったことがあるし、聞いてみてもいいだろう。俺はゆっくりと満水に言いながら、そいつの姿を思い出していた。うん。じゃあ、ハイシュウへ、その友達に会いに行きましょう。よかった。ハイシュウ、ハイシュウって読むんだ、それ。満水は頼れる人がいると知って安心した。このガキは嘘ばかりつくが、この喜び方は嘘ではないようだった。でも、そうすると、満水はどうするんだ？今思ったけどさ。彼女は真剣に子羊たちのことを考えていた。
しかし、みんなのことはともかく、お前自身はどうする？俺は彼女に質問した。自分のことは何か考えがあるのか？さっきはあんなに喋ったのに、自分のことだけは話さなかった。彼女はうつむいて、しばらく考えていた。その後彼女は頭を上げ、俺と目を合わせた。なぜ俺がそう聞いたのか考えているのか、自分が行くところを考えているのか。その後、しばらくして自分の考えを話した。私、よく考えたけど、やっぱり、落葉城に行きます。復讐を果たさなければなりません。それは、俺がトンヨのところへ送るってことか？うん。連れて行くだけでいいから、お願いします。ダメだ。リョウ様、まずは私の話を聞いてください。リョウ様はコウ様を殺した。他の子たちも逃がしたら、このことはすぐにバレると思います。バレないようにするために、私をトンヨのところまで連れてって、コウ様が他の子を連れて逃げて私だけ残ったっていうのはどうですか？え？ああ、なるほどね。ゼツが逃がしたって方向にする。そうすればリョウ様は子供を逃がした責任をコウ様にかぶせることができます。どうせコウ様はこの世にいない、死人に口なしです。もらえるお金は減りますけど、リョウ様のせいにはならないし、仕事も片付いて敵も一人減る。そいつは甘い考えだな。ゼツとその人会がどれほどの付き合いかは知らない。だがお前の説は根拠がない。死んだゼツを信じて生きてる俺を信じないかもしれないぞ。ゼツを殺した俺はもう後戻りができない。これから行くところは考えてある。南へ逃げるんだ。北から遠いほどいい。俺のために落葉城で死ぬなんてバカバカしい。全く意味がない。違う、リョウ様のためではありません。私は復讐を、お姉ちゃんが死んでからずっと夢に出てきて眠れないんです。だから復讐しなくちゃいけないの。彼女を見ると帰ってきたのは揺るぎない眼差しだった。その目にはかすかに涙が光っていた。俺を見ているようだったが、俺を通り越して別の何かを見ているようでもあった。どうやら彼女の復讐の執念はとても深いらしい。わかった、そんなに死にたいなら邪魔はしない。落葉城まで連れて行こう。落葉城でお前を撃ったら、俺はすぐに南に逃げる。俺は仕方なくため息をついていった。リョウ様、ありがとうございます。彼女はうなずき、とても喜んだ。さっぱりわからない。何を喜んでいるのか。全く他人事で売られるのも、死ぬのも自分ではないようだった。さあ話終わりだ。最初の一歩目から始めよう。今からゼツの死体を片付ける。うん。でも、どうやって片付けるつもりですか？今は夜間外出禁止で、明日は店の小僧が宿屋を掃除する。それまでに死体を片付けないと。ここで流すってこと、もしかして？ここは普通の店じゃありません。人買いが利用している店です。コウ様が店で死んだことを小僧が知ったら、きっと千秋城の人会に知らせるでしょう。私たちの計画も実行しにくくなります。万水は死体を見ながらうつむいて考えた。そうだな、それは分かってる。実際城外で殺していればやりやすかった。感動から離れた適当な場所に埋めればいいんだから。今回、ゼツの死体は街の中。どうやって埋めるか、俺にも経験はない。
亮様、城外に埋めたら？ダメだ。どうしてダメなのですか？デツの死体は大きすぎるし、血だらけで運び出せない。考えてみろ、このまま死体を布にくるんでダバに運び出したらすぐに見つかってしまう。俺はゆっくりと満水に行った。そう、城門にいる見張りの兵士どころか通行人にも血の匂いがバレる。人の形をした血だらけの荷物を積んだダバなど通報されるに決まっている。そうですね。満水は静かに考えていた。どうしようか。死体を宿屋の裏庭に埋めるのか、それともここの小僧を買収してどこかに埋めてもらうか。あ、ダメだ、その方法は危険な気がする。小僧を当てにするわけにはいかない。亮様、いい方法がある。満水から提案されるのもしかして、え、ここでやるの本当に。考えてると満水が何か思いついたようだった。どんな方法だ？適当に思いついたんですけど、案外いい方法かも。亮様にはできないかもしれないけど。おっと、マンスイは大きく息を吐き、真剣な目をして俺に言った。俺にできないことだと？俺は舐められていると思って軽く笑った。あ、肉切り包丁が振り下ろされ、石板の上の肉体を切断した。一発目は皮と肉を切り離し、肉の裂け目から白い骨が見えた。二発目は骨を断ち切り、甲高い音を立てた。三発目は骨や筋がつながった肉体を真っ二つにした。俺は切り落としたばかりの手のひらサイズの肉を拾い上げ、その横にある一番の木桶に放り込んだ。俺の目の前には二つの木桶が置いてある。一つは骨や肉を入れる。もう一つは骨や肉以外を入れる。小娘は裸足で木桶を運び、俺の周りの血を洗い流した。浴場には血生臭い匂いが充満していた。めまいがして胃がムカムカした。血を見るのに慣れている俺でもこの時ばかりは吐き気がした。このガキの提案には全く驚かされた。わずかな時間しかなかったから確かにできないことだった。もうすぐ1時間になろうとしていた。およそ1時間ほど前、彼女は死体を処理する方法を提案した。絶の死体は城外に運び出さなければならず、宿屋の近くに埋めるわけにはいかない。死体を目立たないようにして強烈な血の匂いを消さなければならない。彼女はそう言った。豚肉と同じように死体を処理する。絶の死体を小さく切り分ける。豚肉に見える部分は煮込んで袋にまとめ、ダバに積んでマッチを照る。豚肉に見えない部分はたらいに集め、細かく刻んでひとまとめにして宿屋の肥だめに捨てる。肥だめの悪臭なら血生臭い悪臭をごまかせる。肥だめならいろんな部分もうまく隠せる。何より宿屋が疑ったとしても調べるのは難しい。もうすぐ終わるぞ。湯は沸かしてあるか？さっき薪をくべたので多分沸いているはずです。見てきます。ああ、頼む。転ぶなよ。転んだら大やけどするからな。優しさが見えてくる。わかりました、気をつけます。彼女はおとなしくうなずいて湯を取りに行った。彼女はしばらく湯を沸かしていた。俺は煮立ってから火を止めさせた。湯は肉を茹でるのに使う。宿屋の厨房で肉を茹でるつもりだったが、夜の厨房は小僧が柿をかけていた。それによく考えると厨房の鍋では大きさが足りない。
2、3回に分けて分けなければならず間に合わない。終わってからきれいに洗うのも時間がかかる。しかも厨房の店の小僧がよく小僧が寝ている場所に近く目を覚ますとまずい。結局万水がいいことを思いついた。彼女は浴場の風呂に熱湯を入れて、その熱湯で肉を茹でることを提案した。万水は慎重に熱湯を運び、裸足で浴場に入ってきた。バシャッと音がして熱湯が風呂に注がれた。煮えたぎる熱湯が風呂に広がり、最後に風呂の水位が少し上昇した。熱湯の表面から湯気が立ち上った。湯気が広がった場所は空気さえもねじ曲がった。これが肉を茹でる湯でよかった。こんな湯に入ったら一瞬で皮膚が焼けただれる。満水は何度も往復した。風呂の水位はようやく使える程度になった。彼女は額の汗を拭うと力抜けたように座って休んだ。疲れているようなのでそのままにしておいた。俺も風呂のそばに座り、切り落とした肉を風呂に放り込みながら彼女と話した。どうやってこんなことを思いついた？俺は淡々と質問した。想像もできなかった。12歳にも満たない子供がこんな恐ろしいことを思いつくとは。前に家で子豚が死んだことがありました。お腹を空かせたお母さんは子豚を鍋で茹でたんです。茹で上がった豚は小さくなって生臭い匂いもなくなりました。私はそれをずっとはっきりと覚えてました。マンスイは両膝を抱え頭を乗せた。風呂の中で揺れ動く肉を見ながら俺に話した。これ本当、豚の話なのかな。猫の話も関わってくるのかな。やっぱり何かを思い出しているのか、彼女はうつろな目をしていた。ゼツが言っていた。お前たちはトンヨのところに送られたら食われてしまうとな。奴は子羊を生で食うか煮て食うかどっちだと思う？なぜそんなこと聞いた？わからない。多分生。まあそうだろうけど、なぜそう思う？肉を煮たら人間に見えなくなるから。マンスイ？なるほど。そういうやつは私たちの姿を見ながら食べたいでしょう。でも一度に食べきれず、食べられるだけ食べて残りは捨てられるでしょう。彼女は冷静に分析し、自分の予想を長々と語った。なんでそこまでわかるんだ？この年齢でこんな分析ができるとは想像もつかない。彼女と話していると妙な感覚に襲われた。このガキは見た目は9歳で実際は11歳だが、俺と同じ年頃のような感じがした。特に死体を分解していた時、俺でさえ気分が悪くなり、絶の死体を見ないようにして時々吐きそうになった。だが彼女は冷静に死体を選別してたらいに入れた。普通に豚肉を選別するように、たまに血生臭い匂いを嗅いで軽く咳をするくらいだった。俺はだんだん気になってきた。こいつは本当に普通の農家の出身なのか。まだあの後語られてない万水の過去あるってこと、もしかして。いや、そんな、まさか。一体何があってこんな年齢でこんな風になったのか。前に酒場で耳にしたことがある。この世には生まれつき生ける屍がいるという。生ける屍は感情がなく、泣くことも笑うことも怖がることもない。何をするにも冷静で、子供の頃から驚くほど大人と同じらしい。いや、彼女は生ける屍のようでもない。前に彼女を脅した時、
あの怖がる表情は演技ではなく本当に怖がってるようだった。他の子羊と遊ぶ時も本当に楽しそうに見える。子供の幼稚さと大人の成熟を兼ね備えている。怪しい。このガキはあまりにも怪しい。俺は心の中で彼女のことを考えていた。だが手は止めず、浴槽に絶の肉を放り込んだ。やがて記憶の中の肉はすべてなくなった。俺は絶を一つの場所からもう一つの場所に移した。無数の彼が次々に水中に飛び込んだ。太った彼は浮かび上がり、痩せた彼は沈んだ。それは浮いたり沈んだりするカエルを思い出させた。ここのスチール、ここだったんだ。そっか。絶よ。こう言うと嘘っぽく聞こえるかもしれない。だがこうなった彼を見て、俺は確かに感傷的になった。たとえ殺されたにしても、彼は自分がこうなりたくなかったに違いない。俺も彼を殺したとはいえ、こんな風にしてはいけない。子供を生きたまま食らうトンヨーこそ、こんな死に方がふさわしいのかもしれない。だがそうはなるまい。高貴な身分で、生まれた時から裕福な一生が運命づけられた人が、どんなに落ちぶれても、肉を茹でられることなどないのでは。肉が茹でたかった。そろそろ袋に入れよう。もうしばらく茹でて、肉に火が通ると、俺はそばの満水に話しかけた。わかりました。彼女は小声で返事をしながら、肉から目を離さなかった。袋に入れたら一緒にここを洗い流す。血の匂いがひどいから、きれいにしないとな。わかりました。満水。わ。これよく見たら髪の毛とかも浮いてるのか。影じゃないな。彼女は続けて返事をした。今夜は、お？失礼しました。また、ちょっとデバイスの調子が悪くて一瞬音が飛んじゃいましたね。今夜は俺の部屋で寝るがいい。明日、子羊たちを起こして事情を説明する。はい。彼女はうなずいた。このガキは疲れているのだろう。口数が少なくなった。俺が質問しても答えはあっさりしたものだった。眠そうに見える。子羊はみんなこうなんだろう。時間になると眠くなる。亮様。突然彼女がつぶやいた。俺に話しかけたようだった。なんだ？お腹が空きました。この状況で？そうか。なるほど、満水。満水。宿の厨房には入れない。後で保存食を食べようか。いりません。お腹は空いてるけど何も食べたくないです。いや、まあそうだな。だな。これが終わったらお風呂に入りませんか？わかった。俺たちは少し休んだ。肉が茹で上がるとまた行動を開始し、最後の仕上がりにかかった。俺、茹でた肉を袋に入れ、他の部分は声だめに放り込んだ。彼女は血に染まったたらいを洗い、水をまいて浴場を隅から隅まで洗い流した。すべてが終わると、俺たちは浴場で一緒に風呂に入った。ここでも俺が風呂に入り、彼女が木桶に入って、二人で離れて入浴した。あまりの疲労に、早く洗って寝たいだけだったのかもしれない。あるいは絶の裸体を一緒に見て、それをバラバラにしたのを見たせいか。ああ、俺もこのガキも
互いの裸を見ても大騒ぎすることなく、隠す気力もなかった。風呂から上がって、俺たちは1時間ほど眠っただけだった。部屋に戻ってしばらくすると、窓の外がだんだん明るくなってきた。遠くから朝の鐘の音が聞こえてきて、鶏や犬の鳴き声がそれに続いた。先に起きたのは俺だった。しばらくしてそばのガキを起こし、隣の部屋にいる他の子羊を起こしに行った。俺はみんなを集めて今後の計画について話し合った。よく聞け、計画が変わった。落葉場へは行かない。俺は険しい顔で子羊たちに新しい計画を伝えた。みんなは顔を見合わせ、俺を見つめて何も話さなかった。これから荷物をまとめて北の廃州へ行く。到着したら次の予定について話す。亮様？突然スイチが心配そうに俺に声をかけた。どうした？俺はかすかに眉を潜めた。前に、イーサー様が言ってた。落葉城に行けば、お腹いっぱい食べられるって、食べきれないほど饅頭があるって。んだ、亮様、落葉城に行くんじゃなかったのけ？どうして急に行かなくなったんだ？姉妹は落胆した表情を見せた。インさんは彼女らを長いこと騙していたらしい。落葉城に行けばいい暮らしができるとずっと騙していた。食べきれないほど饅頭がある。落葉城は彼女らにとって夢となっていた、はあ、俺は彼女らにどう言えばいいのか。落葉城は確かにいいところだが、到着したらすぐに生きたまま食われると伝える？真実を伝えても彼女らにはわからないかもしれないし、信じないかもしれない。俺は言葉に詰まり、どう言えばいいかわからなかった。落葉城で私たちを引き取る人は善人じゃない。それを知った亮様は考えを変えて、私たちをいい人に引き渡すことにしたの。安心して、廃州での暮らしはきっと落葉城より良くなる。亮様は私たちに嘘なんかつかないから。姉妹に何と言っていいか分からずにいると、万水が代わりに説明してくれた。水治と浩二は目を丸くして万水を見ていた。そうね、水姉さんがそう言うなら亮様を信じます。落葉城には行きたいけど、亮様が廃州へ行くと言うならその方がいいと思います。経過も微笑んで姉妹を説得した。ああ、お姉さんたちがそう言うなら安心だ。落葉城に行かないならそれでええ。うん、スイジも亮様を信じる。亮様はいい人。いい人ね。コウジとスイジはあどけなく俺に笑いかけた。特にスイジは俺に信頼の眼差しを向けた。あら、信頼。俺は少し戸惑い、言葉が出なかった。胸に温かいものが渦巻くのを感じただけだった。彼女らからこんなに信頼されるのも悪くはないと言わざるを得ない。その後、俺は子羊たちの縄をほどいた。宿屋から果物をもらい、子羊たちに分けてから出発するつもりだった。出発前、俺は万水に子羊たちの見張りを頼み、また浴場に戻った。浴場は風通しがよく、血生臭い一臭はほとんど消えていた。かすかに異常な匂いはしたが、ここは普段から客も少ないし、店の小僧も気づいて詳しく調べたりもしない。俺は特に血が残っていないかあちこち調べた。完全に安心してから子羊たちを連れて宿屋を出た。
ところが、泉州城へ向かう街道で茹で肉を入れた2つの袋を束に積んでいると、妙な2人が目に入った。宿屋の入り口に2人の男が立っていた。ああ、これって、あっちの話で見たもう一つの世界線にいた奴ら。太ったやつと痩せたやつ、一人は背が高くてもう一人は背が低い。用心棒の服を着て善人顔ではなかった。え、でもこれ、あっちは亮の顔って知ってるのかな。太った方の背は八尺ほど、凶悪な面構えで一目で手強い相手だとわかる。痩せた方は少し背が低く、ずる賢そうな顔、見るからに善人ではない。俺は子牛たちを連れて出発した。万水が一匹のダバを引き、俺がもう一匹を引いた。奴らはずっと俺たちに目を向け、俺たちに合わせてゆっくり移動した。どう思う、さんくさい。何者だ？おい！止まれ！怪しんでいると、太った男に呼び止められた。俺はその場に立ち止まって、他の子牛たちも止まった。なんだ、石工を知ってるか。そいつは低い声で俺に聞いた。俺はすぐに彼に答えなかった。冷や汗が額からにじみ出て、手のひらには汗をかいた。まずい、こいつやはりただものじゃない。石工とは絶の本名だった。こいつは絶に呼ばれてきたのだろう。知らん。石工って誰だ。俺は落ち着いたふりをして、太った男に冷たく嘘をついた。そいつは俺の質問に答えず、さらに睨みつけるだけだった。お前らはどこから来た。教える義理があるのか。そいつに聞かれて、俺も我慢できず喧嘩腰で答えた。それと同時に、ダバに積んだ刀袋を手に探り、刀を抜こうとした。泉州城は小さな村ではなく、町で刀を抜くことは禁じられていた。だがこの宿屋は町の外れにあり、お上の目も届かない。できることならこいつらと衝突したくなかったが、本当に絶に呼ばれた奴だとして、絶が殺されたことを知ったら、ここで殺し屋になるのは避けられない。こいつはどんな武器を持っているのか。鈍器を背負っていた。長くはない。いい体格をしている。近接戦になったら俺に勝ち目はない。早く刀を抜いて先手を取れば奴もかわせまい。もういい、大水、イチャモンをつけるんじゃない。一触即発でにれみ合っていると、痩せた男が太った男の名前を呼んで、そいつを止めた。石工を知らないと言ってる。だったら知らないんだろう。絡んでどうするんだ。子供らを連れてこの宿屋から出てきた。きっと商売人さ。人の商売を邪魔するんじゃない。まあここでいざこざ起こしても、お互いにただじゃ済まないからっていうところもあるんだろうな。だが俺たちも子供を引き取るのが仕事だ。石工もここで大きな仕事があると言ってた。あいつは俺たちを呼び出しておいて姿を見せない。こいつに聞いて何が悪い。し、余計なこと言うなよ。俺が教えたことを忘れたか。お袋も言ってただろう。俺の言うことを聞けって。口よりも手を動かせ。悪かったな、許してくれ。こいつらは兄弟かも。しかして、太った男と痩せた男は口論の末、痩せた男が俺に謝った。いや、いいさ。宿屋はもう空いている。人を探しているのなら入って探すがいい。俺は平然と痩せた男に話し、そいつらに進言した。そうか。兄貴、後で行ってみようぜ。痩せた男はそう言うと、太った男を引っ張って遠ざかった。その後、そいつらは宿屋を見張り続けた。行くぞ、大丈夫だ。俺は満水と他のガキどもに声をかけた。
こうして俺たちは新たな旅に出た。俺たちの目的地は千秋城城外。そこからさらに北へ向かい、真の力、廃州を目指す。思うにあの二人の男たちは、絶に雇われたのだろう。用心棒かもしれないし、盗賊かもしれない。奴らがここへ来た理由は、思い当たる節がある。絶が昨夜俺に持ちかけた提案は、俺を騙すものだった。とりあえず俺を落ち着かせ、奴と戦わせないようにするためだった。翌日奴はあいつらを呼び寄せて、一緒に俺を始末し、二人に俺の仕事を引き継がせるつもりだった。ふっ、絶よ。お前はちっとも変わってないな。そういえば、面白い二人だった。太った男が悪人、痩せた男が善人を演じ、一人が因縁をつけて一人が丸く収める。俺と絶のような組み合わせで、どこか懐かしい感じがした。どう思う？そこまで考えると、俺は思わず顔を背け、ダバに向かってつぶやいた。返事をするのはもちろんダバではなく、ダバに積んだ荷物、積んだ袋でもない。俺から一番近くにいた警官は俺の話し声を聞くと、興味深そうに俺を見て、なぜ急に独り言をつぶやいたのかは理解できずにいた。いやでも最後に殺されそうになったとしてもやっぱり、5年一緒にいた、まあ仲間、そうだよな。おそらくこの時、俺とマンスイだけが知っていた。俺は独り言をつぶやいたのではない。さっき別れを告げた相棒に話しかけたのだった。その時、彼の半分の半分がダバの上に横たわっていた。彼の肉塊は馬の動きに合わせて上下に飛び跳ね、嬉しそうに俺と一緒に街を出た。俺は子羊たちを連れて千秋城を後にした。思ったよりもうまく城を出ることができた。城門をくぐるとき、見張りの衛兵は細かく調べなかった。眠そうな顔で手を振り、ハエを追い払うように俺たちを急がせた。俺たちが用意していた口実も使い道がなかった。城を出ると北へ向かい、百里離れた廃州を目指した。子羊たちを連れて廃州へ行くには少なくとも3日はかかるだろう。また長い旅が始まった。しばらくはずっと山で過ごすことになる。銀の月が浮かび、空一面に星が広がっていた。夜になると俺たちは焚き火を起こし、子羊たちに食料を分け与えた。彼女たちが食べ終わると、俺はダバの荷物から事前に用意していったクバを取り出し、やり残したことを片付けるつもりだった。ああ、そうか。ここは町から随分遠い。何を埋めても簡単に見つかりはしない。ここで絶を埋めよう。わあ、ここ最初のシーンを思い出させるのは本当にパート1の最初の硬い土が掘り起こされ、砂ぼこりが飛んだ。ここのやけに土を掘る音でかいなって頭に残るぐらいの、あんまりいい気持ちじゃないよな。俺は木の下に穴を掘った。
大体掘り終わると肉を入れた包みを開き、一つずつ放り込んだ。すべてが割ると、また埋めて地面を平らにした。あの時はこの後、絶と会うんだよね。それが満水になるのか。以前は死体埋めると、そのまま戻り、絶と合流した。今回はすぐには戻らず、クワを地面に突き刺して、埋めた穴をずっと見つめていた。さらに座って、埋められたやつとしばらく一緒にいた。何もせず、ただその穴を見つめるだけだった。世の中は先が読めない。俺と絶がこんなことになるとは、当時の俺には予想もつかなかった。俺が戻るのを待っていたやつが、今は目の前に埋められていた。絶を埋めた俺は、戻ることにした。50歩ほど歩いて寝場所に戻った。ケイカがやってきて、何か言いたそうにしていた。リョウ様。ん？なんだ？眠くなってきました。寝ればいいんじゃないの？え？じゃあ、寝ればいい。しかし、縄がまだ。縄？ケイカは腰を指さした。その腰には縄で縛られていなかった。ああ、そっか、今まで逆に縛ってた状態だったから。これまでは寝る前に縄をくくりつけることになっていた。それが寝ることの合図というか許可の一つっていう認識になっていたのか、そっか。彼女は俺が忘れないように言ったのだった。もう縛らなくてもいい。毎日縛ったりほどいたりするのも面倒だ。これからは急な山道を歩くとき以外は縛らずに置いてやる。これもあれか。いざ転んだり落ちたりしそうになったとき、その縄で助けられるようにっていう。俺は経過と子羊たちに新しい決まりを伝えた。経過は少し驚き、他の子羊も不思議そうに周りを囲んだ。リョウ様、コウ様はどこに行った？話って、まあそっか、ないか。そうなんだよな。コウジは気になって俺に聞いた。昨夜飯を食ってから絶の姿が見当たらず、俺も奴の話をしなかった。昨日あいつと喧嘩してな。あいつは怒って行ってしまった。コウ様はもう戻ってこんの？あ、戻ってこない。はあ、コウ様。コウジはうつむいて落ち込んでいるようだった。どうした？いてほしいのか？んだ。やっぱりコウ様もいてほしい。コウ様は最初は怖かったけど、最近は人が変わったみたいに優しくなった。昨日、リョウ様と水姉さんが戻ってきた時、落葉城に着いたらおもちゃを買ってくれるって言っとったし。そっか、そうだよね。彼女たちにはそう映ってたよね。優しいふりをしてるだけだ。おもちゃ、本当かどうかわからんぞ。お前らを落葉城に連れて行くための口実だ。信じるな。え？本当か？俺は無意識にコウジの意見に反論した。絶が善にはないことを伝えたかった。だが考えてみると、彼女にそんなことを言う必要はない。まだ幼い彼女にあれこれ言ってもわかるまい。それに絶は土の中に埋まっている。そんなことを言う必要があるのか。もういい、話は終わりだ。さっさと寝ろ、明日も早いんだ。俺はこれ以上コウジと話すつもりもなく、子羊たちを怒鳴りつけた。
それを聞いて彼女たちはおとなしく寝床に横たわった。焚き火を見ながら眠ろうとしていると、急に思い出したことがあった。前にジェツがいた頃、俺たちは順番に寝ていた。俺が寝るときは奴が起きて、奴が寝るときは俺が起きていた。今は奴も亡くなって、交代する相手もいなくなった。よく考えると、交代する必要もない。前に交代していたのは子羊を見張って、眠ってる間に逃げられないようにするためだった。今俺と子羊たちには信頼関係が築かれた。逃げられる心配もなくなった。ならば、交代する意味は山賊や猛獣を防ぐことしかない。夜になると山賊も山で行動しなくなる。千秋城から廃州への道も安全だったはず。野獣は火を恐れる。これも心配する必要はない。涼様、眠れないのですか？焚き火を見ながら考えていると、耳元で満水の声がした。やっぱ声近かったよね。耳元、そういうことか。彼女は焚き火の向こうから笑顔で俺を見ていた。